姫様、外へは出ない方がいいですよ。地上でワルキューレたちが飛ぶのを見ました。あれは石膏に違いない。また始める気なんでしょうね、争いを。ベルベット様がお持ちのその鎖はあるドワーフによって作られた最初のサイファーです。それはベルベット様の母君のために王が作らせました。あの頃の王はお優しかった。でもおじい様が母から鎖を取り上げ私に与えたのですね。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？以上でよろしいでしょうか？ありがとうございました。なぜここに？我欲をはらんだきな臭い風じゃ。世の墓標で愚か者どもが宝を奪い合っている。しばらく離れているうちに騒がしいようになっているではないか。久しいのベルベット、余がここで命を落として以来か。おじいさん、どうした？震えているぞ。この姿では無理もない。だがお前たちの王はこうして戻った。世の前で待って慰めるのがお前の務めであったろう。何をしている？あの頃のように足元にひざまずき愛想を振りまけ。はい、思い出したか、誰がお前の支配者か。よしよし、世の言うことをよく聞くいい子だ。お前にはいつものように働いてもらうぞ。コルドロンをこの手に戻し旧世界を清めるのだ。おじい様、お許しください。何だと？逆らうというのか、お前が。あの頃のように無知で打って分からせねばならんようだな。おじい様、どうか。バカ者め、さあ来い。コルドロンはもう眠りにつくのです。誰の手にも及ばぬように。まさかティトレルの指輪を。どこだ、お前が持っているのか。命を奪われようと教えてきません。こやつ思いやがったな、ベルベット。だがこうしてはおれん。お前には後でたっぷりと鞭をくれてやる。
震えよ。おさばれ、おじい様は慌てている。コルドロを止められるのではないかと。先にたどり着かなければ。Fuck!
さんに物資を高く売りつけれても
戦争とは関係ねえよ。
Oh!
陣形を維持したまま待機だ。もう一度点呼確認をしろ。ブリガン様、何を申されます。ここまで来て待機などと。グエンドリン様の部隊はすでに交戦状態です。もう目と鼻の先でございますよ。黙れ、俺に指図するな。お姫様の進軍が早すぎるのよ。こちらは血を張っての進軍だ。体力を温存せねば
駆けつけても存分に戦えぬわ。なあに、心配はいらん。王のご自慢の娘が戦っているんだ。勝利は約束されているも同然だ。ですがブリガン様。うるさいやつだ。先に行き、すぐに追いつく。間もなく到着するから、心置きなく奮戦しろと伝えろ。ブリガン様、出発ですか。バカ者、そう慌てるな。英雄は遅れて出てくるものだ。しかし先の戦いでもそれで間に合わず、グリゼルダ様は。わしが頭に意見か。なんだお前は、こんなところで何をしている。魔王の腹心か。道を開けなさい。何か訳ありだな。おい待て。邪魔をしないで。貴様、わしを怒らせよって。コルドロンよ、生き残ったイミゴよ、さあ指輪に従うのだ。指輪の主の声を聞け。眠れ、今すぐに。何もかも止まれ、歯車一つ動かすことなく。これでおじい様でもコルドロンには手を出せない。そこの塊に立つあれは王大員だわ。争いに決着がついたようね。兵が集まってくる。気づかれる前にここから離れなければ。先生。ベルベット様、ご無事で。あなた様が飛び出したと聞き、覚悟を決めた者たちとお助けに参りましたぞ。いけないわ。こんなところでプーカが捕まれば、町の入り口も見つかりかねない。誰か来ます。この方を連れて早く隠れて。
私がおとりになって時間を稼ぎます。しかし、お願い。怪しい女め、止まれ。あなた、魔石の武器を持つからにはさぞ名のある将なのでしょうね。私はグエンドリン、誉れ高き王の血筋、魔王の娘。では私の義妹。何者だ。今度はそちらが答えよ。待て。